はいどうも、ネコマンチャンネルです。今回はアニバーサリー宮西さんにね、称号をつけていきたいと思います。称号チャレンジャーね、圧倒的な請求かミスターコントロール、どちらかつけばいいです。お願いします。極意書2枚しかないか、まあ、2枚使っていってみようか。何回もチャレンジしてんだけど、ついたこと、うおー、マジでか。ということで、なんかこんな面白そうな機種だね。もう最高、ありがとうございます。本当にコナミさん、本当にありがとうございます。聞かせていただきます。頼むぞ、余計なことはもう一切言わない。上川端選手か堀瑞希選手、マジで頼む。本当どっちか来てくれたらめっちゃ嬉しい。お願いします、お願いします。かぶりだけはやめて、マジで本当頼む。いつもお前が演出弱いのはなんでなのよ。本当に頼むぞ、マジ。お前なんでそんな弱いのよ。やる気あんのかお前。俺かぶりっぽくね、なんかでかい、でかい。持ってない選手だ。やばい、これマジでやばい、これガチでやばい、これ、まだ持ってない選手とか、うわこれ、すっげえ緊張してきた。なんだよお前、俺の心臓がお前飛び出るとこだったよ。マジでこれ本当やばい、これマジガチやばい、これガチでやばい、ガチで、ガ、あ